天然のフォトニック結晶であるオパール。オパール組織内では、有電率が光の波長オーダーである数百ナノメートルごとに変化しているため構造色を生じ、特有の色合いが生まれているフォトニック結晶は、屈折率が周期的に変化するナノ構造体であり、その中の光の伝わり方はナノ構造によって制御できる。基本研究とともに応用開発が、 盛んに進められており、商業的な応用も登場している。フォトニック結晶中の光の電波は、半導体中の電子の電動と基礎方程式が同じ形で、波の性質もよく似ている。半導体中の電子の物質波に電動体、値電子体、金星体があるのと同様、フォトニック結晶中で電磁波の電波が許される波長帯域、金星帯域がある。 フォトニック結晶は、ナノ構造内部の光の解説、散乱、干渉を利用するので、可視光体で用いるフォトニック結晶の構造周期は、波長の半分程度、つまり200ナノメートル程度で極めて微細である。そのため、フォトニック結晶の作成は容易ではない。大規模で複雑なナノプロセスへの依存を最小限で済ませるため、自己組織化を利用した、 フォトニック結晶作成法も試みられている。また、1mm 前後の穴を持つ母材を線引きすることで、ナノ構造を持つ光ファイバーを作成する方法も実用化されている。1887年にレイリーは電磁波の電波特性を研究し、膜に垂直に伝わる光にバンドギャップが存在することを発見した。この原理を応用した。 多層膜のような一次元の周期構造体が最も単純なフォトニック結晶である。一次元周期構造は引き続き熱心に研究され、分布機関レーザーの反射構造としても応用されている。二次元三次元へと拡張したものには長年の研究の積み重ねがある。1987年にヤブロノビッチの論文によって三次元周期のフォトニック結晶で フルバンドギャップの概念の提唱とその実現可能性の検討がなされ、それがきっかけとなって三次元周期構造の理論的、実験的な研究が世界規模で盛んになった。フルバンドギャップを利用すると光を局所的に閉じ込めることができる。フォトニック結晶は光の自然発光レートを自在に制御する量子光学系のツール。 将来の量子コンピュータなどへの応用も期待されている。現在でもフルバンドギャップを持つ構造を研究するグループは少なくないが理想的な結晶を実現することは現時点ではチャレンジングな課題と言える。フォトニックバンドギャップ波長帯域の位置、大きさを知ることは研究上重要であるがそのためにはコンピュータによる数値計算に頼らなければならない。式は マクスウェルの方程式から導き出される方法としては、平面波展開法、時間領域差分法などがある。これらの方法により、波数と周波数の分散関係図を得ることにより、フォトニックバンドギャップ位置と広がりの大きさを知ることができる。現在の研究、開発の方向として、必ずしも三次元フルバンドギャップの実現を目指すもののみならず、 各種の周期構造の利用を図る努力がなされている。以下に主なものを記す。その他、オパール構造の自己成形作用を利用するもの、二次元、解説合子形状を利用する発光素子、表面加工系二次元周期構造などの研究開発も盛んである。ありがとうございます。